エンゲラボです。今日は突然始まったハウスを作ろういきなり第2回目。今日は荒越です。掘ってみると塩ビ管、水道のパイプ、このように撤去不能な正体不明な擁壁が出てきまして、皆さんくれぐれも宅地でハウスは建てないようにしてください。出てきた瓦礫の山です。瓦礫の山です。で、防草シート貼りました。そして最大の難関が出てきた瓦礫の山です。撤去したすすきの山です。で、できた、終わった、うめえ、できたよ。で、農地でないところを取ったためいろんなものが含まれて出てきます。で、今回はしばらく農地として使われてなかったんで、すすきです。で、すすきが繁茂してるんで、すすきを入れてすすきの根を抜本します。で、除草剤を使ってやるっていう形もあると思うんですけど、除草剤の害っていうのはいろんな形でわからないんで、わからないですけど、こういうふうに抜本してなるべく弱らしていきます。で、なるべくこういう有機物としてしばらく寝かして乾燥させて土に還元してやりたいと思います。すすきです。はい、本当はハウスのこういうサイドから差してくる水、特に冬場は雪解け水、融雪水とかも全部ハウスの中に入ってくるんで、ここに防水壁っていうか、いろんな形でシート垂らしたり、いろんな形で防水壁作って、あの中に水が差さないようにしたいんですけど、もうヘトヘトなんで今日はやめます。とりあえず際のところに水を掘っておきます。よいしょ、はい、やっぱりすすきやってますね。こんな感じです。お疲れ様でした、皆さん。はいよ。